はい、こんにちは、まとめです。今回は低身長で悩んでいる方のためにファッションで身長をカバーする方法を7つお伝えします。男性なら誰しも高身長に憧れますよね。僕は低身長っていうほどではありませんが、それでももっと身長高かったらなと思うことがあります。でもスタイルをよく見せるコーディネートの技術を身につければ身長を高く見せたり足を長く見せたり顔を小さく見せたりすることは簡単にできます。コンプレックス解消の手助けになると思うので、ぜひこの動画を参考にしてみてください。僕は SS という低身長向けメンズブランドの商品開発に携わっていて、ヒアリングする機会も多いので小柄な方の悩みも人一倍わかります。そんな僕が低身長をカバーする方法だったり、小柄な方にとって必須のアイテムだったり、実際にコーディネートしてみたりするのでぜひご覧ください。今回のトークテーマはこんな感じです。まず1つ目、背を高くスタイルをよく見せる7つの方法、7つのコーディネートテクニックを使って身長を高く見せたり足を長く見せたり顔を小さく見せたりする方法をお伝えします。2つ目は必須アイテム紹介。小柄な低身長な男性が絶対に買うべき、持っておくべきアイテムを3つ紹介します。3つ目のトークテーマは着こなし。小柄な男性に向けた季節別の着こなし方法を紹介します。それではまず1つ目のトークテーマ、背を高くスタイルをよく見せる7つの方法をお伝えします。まず1つ目、パンツと靴を同色にして足を長く見せましょう。パンツと靴の色を一緒にすると、例えば黒と黒にするとどこまでがパンツでどこまでが靴かがわからなくなるので、パンツと靴の境界線が曖昧になってぼやけて全体が足に見えるので、結果的に足を長く見せることができます。例えばこんな感じです。こうやってパンツと靴の色を同色にすることによって足を長く見せることができます。2つ目、パンツと靴の色を黒にして足を細く見せる。どうしてパンツと靴の色を黒にすることによって足が細く見えるのかっていうと、黒は収縮色だからです。明るい色の膨張色と違って黒は収縮色なので、たとえ同じ太さであったとしても色が黒の方が細く見えるものなんです。そしてどうして細く見せるのかというと、たとえ同じ長さのものであっても細いものの方が人は長く見えるからです。なので靴とパンツを黒にしておいた方が足が長く見えます。こちら先ほどと同じ画像なんですが、どうでしょうか、かなり細く長く見えるはずです。3つ目、パーカーやストールで顔を小さく見せる。パーカーだったらこのようにフードがあるんで、フードと顔の対比効果によって顔を小さく見せることができます。ストールも同じで、首にストールを巻くことによってストールと顔の対比効果によって顔を小さく見せることができます。こんな感じになります。一見足を長く見せることだったり身長高く見せることに比べると顔小さく見せることって大事じゃないなって思う人が多いんですけど、実は何よりも大切なのは顔を小さく見せることです。なぜかっていうと、八頭身という言葉があるように、頭身がスタイルをよく見せるには最も重要で、そして頭身をよく見せるにはどうすればいいかっていうと、足を長く見せるとかそんなことより顔を小さく見せる方がよっぽど効果的なんです。なぜかっていうと、想像してもらうと簡単にわかるんですけど、例えば足が3センチ長くなるよりも顔が3センチ小さくなった方がどう考えても頭身良くなるじゃないですか。なのでなるべく顔を小さく見せることに関しては人一倍注意してみてください。4つ目、インナーとアウターで着丈差をつけてスタイルをよく見せましょう。アウターよりインナーの方が若干着丈が長い方が視覚効果によってスタイルをよく見せることができるので、こんな感じでアウターよりインナーの方がちょっとだけでいいんで着丈を長くしてみてください。5つ目、AIY ラインシルエットを覚えましょう。AIY ラインシルエットって何なのかっていうと、コーディネート全体のシルエットの形を表すんですが、AIY ラインシルエットのいずれかにシルエットを整えることでスタイルをよく見せることができます。A ラインシルエットっていうのは上半身のボリュームが小さくて下半身のボリュームが太い、アルファベットの A のような形をしたシルエットのことを言って、I ラインシルエットっていうのは上半身も下半身もボリュームの小さいシルエット、Y ラインシルエットっていうのは上半身のボリュームが大きくて下半身のボリュームが小さいシルエットのことです。そして6つ目、トップストップスとパンツを同色にして腰位置をごまかす。トップスとパンツの色が一緒だと上半身と下半身の境界線が曖昧になるので腰位置がわからなくなります。人は見えないものは理想を想像する生き物で、例えばマスクをつけている人がいたとしたら、女性だったらより可愛く見えるものですし、男性だったらよりかっこよく見えやすいものです。それと同じ理由で腰位置がわからなくなったら人は理想を想像するので勝手に腰位置を高く見積もってくれます。そして最後7つ目、小物に気を配りましょう。例えばメガネをかければ顔はちょっと小さく見えますし、今流行りのバケットハットをかぶれば若干身長が高く見えますし、黒の手袋をして黒のアウターを羽織って手と腕の境界線を曖昧にすれば手が長く見えて結果的にスタイルがよく見えますし、靴も普段よりちょっと細身のものにすると足を長く見せることができます。このように小物一つ一つに気を配って使ってみてください。こんな感じでファッションで身長をカバーする7つの方法を今ざっとお伝えしたんですが、この7つの方法を全て同時に使う必要はもちろんありません。コーディネートを考える際に
にこの7つの方法のうち1つや2つで全然大丈夫なんで、意識して取り入れてみることがとても大切です。今7つの方法をお伝えしたんですが、この7つの方法を使って今回の着こなしを作っているので、ぜひ参考にしてみてください。今回のその7つの裏技テクニック、はい、全部盛り込むとめちゃめちゃスタイルよく見えるんじゃないですか。めちゃめちゃ見えるね。見えるけどそれだけにとらわれてるとコーディネートの幅がめちゃめちゃ狭くなっちゃって、確かにファッション楽しめないから、それはそれで、はい、ある程度取り入れれば十分変わるから。あ、そうですね。一つ二つでも一つ二つで全然違 う, うん、そうすね、無理に全部取り入れる必要はない。わかりました。です。やってみます。でもさっき SS やってるって言ってたじゃないですか、はい、低身長向け、うん、ブランド、それってどんな悩み実際あります？すごくよく言われたのが、うん、テーパードパンツを買うんだけど、テーパードっていうのは裾に向かってだんだんと細くなっていくシルエットのことなんですけど、それをどうしても裾上げする必要があるから、はい、裾上げするとテーパードがなくなっちゃって、うん、裾が細くならない、だから細く見せることができないっていうのがダントツで多かった。途中で切っちゃう。他にも、はい、股髪がちょっとでも深いのだと、はい、足がすごく短く見えちゃうとか、別に顔が大きくないんだけど、はい、相対的に顔が大きく見えやすいとか、 あとは肩幅があるように見えやすいとか、身長と対比のせいで、対比のせいでそのあたりすごく多かったかな。あとはサイズがないとかね、そもそもサイズがない、多分ジャストサイズとか着たい時にない、はい、ああなるほど。そういう時ってどうすればいいですか？まあユニクロに行けばユニクロ XS サイズからあるからね、はい、ほぼほぼ大丈夫だった。あ、ユニクロの XS サイズ相当ちっちゃいし。確かにそうですね。大丈夫大丈夫。オンライン限定でしたっけ？オンライン限定、オンライン限定だから通販だね。なるほど。通販で買えば大丈夫です。大丈夫、わかりました。はい、今日紹介するのも実際ユニクロが多いんで、ぜひこの後の続きも楽しみにしてください。はい、では次に2つ目のトークテーマ、小柄な男性が絶対に持っておくべき必須アイテムを3つ紹介します。まず1つ目は黒のスキニーパンツです。先ほどもお伝えしましたが、細い方が足が長く見えるものです。なので収縮色である黒のスキニーパンツを買いましょう。そこでどのスキニーパンツがおすすめなのかっていうと、こちらユニクロのウルトラストレッチスキニーフィットジーンズがおすすめです。なぜこのスキニーパンツがおすすめなのかっていうと、まずデザイン、非常にシンプルなデザインになっていて、パーツやステッチまで黒になっているんで、全てが黒一色で統一されています。そしてシルエットもとても綺麗です。スキニーパンツのシルエットって主にこの裾幅で決まってくることが多いんですが、このユニクロのウルトラストレッチスキニーフィットジーンズは裾幅までしっかりと細くなっているのが特徴。裾って細ければ細いほど、想像すると簡単にわかると思うんですけど、細ければ細いほど脱いだり履いたりするのが大変なんで、意外と裾幅までしっかりと細くしているブランドは少ないです。でもユニクロのこのパンツだと、昔は裾幅ちょっと太かったんですけど、近年はどんどん細くなっていて、今ではとても綺麗なシルエットになっています。そして次に素材、スキニーパンツを作るとよくわかるんですけど、スキニーパンツって素材を薄くすればするほど細さを強調することが簡単にできるんで、それっぽいシルエットができます。ただ素材が薄すぎると足の肉感が出すぎてムチムチしすぎてしまうんで、素材が薄いスキニーパンツを作るとそのあたりが問題点になってきます。逆に厚い素材でスキニーパンツを作ると細さを強調するのがちょっと難しくなってきて、パターンとかこだわらなきゃいけなくなってくるんで、なかなかないんですけど、その点ユニクロのスキニーは完成されていて、素材感もツヤがあって大人っぽい綺麗な印象がある上に、厚みもあるんで太ももなどの肉感を拾いすぎず、ムチムチしすぎないスキニーパンツになっています。今後の動画でスキニー比較をやるために5ブランドか6ブランドぐらいのスキニーパンツを買って集めたんですけど、やっぱり素材感でいうとユニクロはピカイチでした。ということで、こちらのユニクロのスキニーパンツはデザインもシンプルで使いやすいですし、素材も肉感があっていいですし、シルエットも細身で綺麗なので、ぜひこちら1着持っておいて損はないパンツです。こちらのパンツは27インチからユニクロ展開してますし、裾上げも無料なので気軽にチャレンジしてみてください。ちなみに僕170センチ55キロの体型で29インチを着用しています。2つ目のおすすめアイテムはこちら、ユニクロ U のワイドヒットテーパードパンツです。こちら先ほども説明したいわゆるテーパードシルエットのパンツなんですが、見ての通り裾に向かってだんだんと細くなっていくテーパードシルエットのパンツなんですが、どう考えても先ほどのスキニーパンツの方が細いシルエットだと思います。ではなぜテーパードのパンツもおすすめなのかというと、小柄な男性といっても足がものすごく細い人もいれば、足が逆に太い人もいると思います。そういった足の太さ細さにコンプレックスがある人はぜひスキニーパンツではなくテーパードパンツを着用していただきたいです。なぜかっていうと、スキニーパンツって細いんで体のシルエットを拾いやすく、足の形がダイレクトに出るので、足の形にコンプレックスがある人はこういった太もも部分が太めのテーパードシルエットのパンツを履いた方が足の形が出ないのでおすすめになります。でも太いパンツ履いたら足が短く見えちゃうんじゃないのって思う人も多いと思うんですけど、実はそんなことなくて、裾
幅さえしっかりと細ければ全体の印象は細くなるものです。確かにスキニーパンツと比べたらテーパードパンツの方が太くは見えるものなんですけど、それでも通常のパンツと比べたら随分細く見せることができます。どうして裾幅が細いだけで全体の印象が細くなるかっていうと、人の視線は先端に集中するものだからです。いわゆる三首と呼ばれる首、手首、足首に人の視線は集中するものなので、足首部分の裾幅がしっかりと細いテーパードパンツさえ選べば全体の印象はしっかり細く見せることができます。こちらのパンツはセンタープリーツが入っているというスラックスというかっちりとしたアイテムながら、ポリエステル 100% でシワになりにくい素材、かつテーパードという太もも部分が緩めのシルエットでカジュアルダウンされているバランスの取れたパンツになります。3つ目におすすめしたいのがヒールブーツです。こちらは SS という僕が商品開発に加わっているブランドのアイテムなんですが、黒の細身のブーツかつヒールが入っているブーツを作りました。こちらはスーツでもカジュアルでも使えるように計算されたフォルムが美しいドレスブーツになっていて、細身のパンツと合わせることでかなりの足長効果が期待できるブーツです。このブーツ何が特徴かっていうと、パッと見てわからない部分としてはこの履き口の細さにあります。履きやすさを重視してこの履き口部分を広く取ってしまうと、パンツを着用した際にパンツと靴との一体感が損なわれてしまいます。そこでこの履き口を履けるレベルの限界の細さまで細くしたことによって、パンツとこの靴との相性がすごくいいので、細身のパンツと合わせてもらえればパンツと靴の境界線が本当にわからなくなって足がより長く見えます。そして雨や雪でも使えるように合皮かつダイナイトソールのシューズになっています。ダイナイトソールっていうのは靴のゴム製の一種で、靴のゴム製ソールの一種で、滑りにくさや丈夫さを備えていて、レザーソールと遜色ない薄さを実現しているソールです。このシューズ単純にシルエットがとても綺麗なんですが、素材感も合皮といっても本革と見分けのつかないものになっていますし、デザインも非常にシンプルで無駄のないデザインになっています。さらにこのブーツインヒールブーツになっているんで、外から見たら通常のブーツと何も変わらないんですけど、実はかかと部分にヒールが入ってるんで足をかなり長く見せることができます。靴とヒールが一体になっていない中に入れるタイプのものと比べると随分履きやすいですし、足を長く見せたいそういう願望がある人にとっては全然苦じゃないレベルの履き心地になります。こちら男性向けの商品で、男性ってそのヒールブーツ履く機会がないんで最初履いた時結構抵抗あるかもしれないんですけど、いずれ慣れてくるんでぜひ試してみてください。もちろん通常のブーツと比べてこちらのヒールブーツの方が履き心地がいいっていうことは間違いなくないです。正直僕このブーツ売れようが売れまいが商品開発手伝ってるだけなんで関係ないんで、別に全然これ告知とかではなく、こちら販売中ではありますけど全然ここのブーツ買う必要はないんで、ぜひどっかでヒールブーツを探して購入してみてください。特にこちらにつながる商品リンクも貼らないので、 ZOZO タウンでも Amazon でもどこでもいいんで、ヒールブーツいいもの、自分に合ったものを探してみてください。それ前履いてる人見たんですけど、はい、めちゃめちゃ変わってました。もうめちゃめちゃ変わる正直このブーツがすごいっていうか、まあ自分で作ってるんで自信持って作ってるんですけど、このブーツだからそう見えるってわけじゃなくて、ヒールブーツっていうのは基本的にそう見えるもので、実際このブーツで言うとここまでがそこに見えると思うんですけど、ここから足が始まってるように見えると思うんですけど、実際はここからこの辺りから、うん、なんでこの部分足が長くなるっていう、10センチぐらい、多分元が5センチぐらい長く見えて、さらにヒールで5センチぐらいって感じかな。元が4センチぐらいか、うん、8センチぐらい長く見えるのかな、もしかしたら。それすごくないですか。普通のスニーカーとかだと多分 2,3 センチですよね。というかそれに比べたらプラス5センチぐらいかなっていう、はい、足が長く見えるしかも、うーん、シークレットブーツ感ないというか、あー全くわかんない、全然わかんないですよね、全くわかんない、これは、うん、それはすごいと思う。すごい、普通のブーツにしか見えないよね。そうそうそう、履いてるところを見てもそうとしか思えない。そうですね、だからなんか履いてる前と履いて履いた後、うん、知ってるとなんか変な違和感がそうだね初見だったらね、ただの足の長い人だけど、はい、知ってる人だとね、ちょっとえっていうぐらい足長くなっちゃうから合成感があれみたいな知ってるからね、はい、でもそれぐらいすごいですね相当高く見えるこれは、はい、別に買わなくても宣伝じゃないんで、本当に全く一足も買わなくて大丈夫です。お大丈夫です、本当に僕全然これ宣伝してる場合じゃなくて、チャンネル登録者の方を増やさなきゃいけないんで。本当にそうですね、本当にそう、これが1足売れるより、これが10足売れるより、はい、チャンネル登録者1人増えた方が嬉しいかもしれない。そうです、あの SS の皆さんに申し訳ないですけど申し訳ないですけど、はい、もう関係ないっちゃ関係ないしチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。次に3つ目のトークテーマ、先ほどお伝えした7つのテクニックを使って季節別のコーディネートを作ってみました。まず1つ目のコーディネートがこちら、
春用のコーディネートになります。ユニクロのレディースのオーバーサイズのパーカーに黒のスキニーパンツに黒のブーツで合わせました。このコーディネートどんなテクニックを使っているかっていうと、黒のパンツと黒のシューズで合わせている点にあります。黒だと収縮色で細くなりますし、スキニーパンツと細身のドレスシューズを合わせることによってより細く見せることができるので、結果的に足を長く見せることができています。おまけに上にオーバーサイズのパーカーを着用することでワイラインシルエットを作っていて、上半身のボリュームが大きくて下半身のボリュームが小さいシルエットです。そんなワイラインシルエットを作りつつ、トップスをパーカーにすることによってフードと顔の対比効果によって顔を小さく見せています。パーカーと黒のパンツで合わせたとても簡単なコーディネートで真似しやすいと思うので、ぜひチャレンジしてみてください。次のコーディネートはこちら、秋を想定したコーディネートになります。上下黒のセットアップで合わせていて、中に白のニットを入れて黒のブーツで合わせています。セットアップはユニクロ U のもので、中のニットは古着のラルフローレンのニットを着用しています。こちらのコーディネートも黒のパンツに黒のシューズを使って足を長く見せるテクニックを使っていますし、またインナーの方がアウターより若干着丈を長くすることによって視覚効果によってスタイルをよく見せています。セットアップってインナーと靴を考えるだけでコーディネートが完成するので、初心者の方はぜひ取り入れてみてほしいです。ちなみに余談にはなるんですけど、ラルフローレンのニットを古着で探すのはとてもおすすめです。ラルフローレンのニットって耐久性がすごい強いんで、古着でも状態のいいものが多いですし、肉感があってユニクロとかのファストファッションでは実現できないような風合いや表情があるので、ぜひ探してみてください。次に3つ目のコーディネートはこちらです。こちら冬を想定したコーディネートになります。黒のロングコートにストライプシャツ、黒のスキニーパンツに黒のドレスシューズ、あとは白のリュックにストールを巻いたコーディネートになります。このコーディネートどんなテクニックを使っているかっていうと、まずワイラインシルエットになります。上半身コートでボリュームの大きいものにして、下半身はスキニーで細く、靴も細身のものにして綺麗なワイラインシルエットを作っています。さらにそのワイラインシルエットを強調するために白のリュックを背負って、リュックって上半身に来るアイテムなので、上半身のボリュームを大きくしてよりワイラインシルエットを強調しています。あとはストールです。ストールを巻くことによってストールと顔の対比効果によって顔が小さく見せることができるので、スタイルをよく見せることができます。これまで3つコーディネート見ましたが、こんな感じで靴とパンツを黒で同色にして足を長く見せたり、ストールやパーカーを使って顔を小さく見せたり、 AI ワイラインシルエットを使ってコーディネートのスタイルを綺麗にしてシルエットを綺麗に見せたり、インナーとアウターの着丈差に気をつけたりすることによって、このようにシルエットとても綺麗になってスタイルをよく見せることができるので、ぜひ取り入れてみてください。こんな感じでまとめチャンネルではファッションに役立つ情報だったり、着こなし実際に買ってきた商品の比較やレビューなどを行っているので、チャンネル登録と高評価ボタンしていただけると嬉しいです。こちらのボタンクリックしてもらえるとチャンネル登録することができます。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。